大切なのは思いを持って活動していることとかっていうのがあれば、その思いをね、一人でもね、多くの人に話していく、伝えることで素敵なご縁につなげてもらえるっていうことを、その時に僕は感じました。はい、皆さんこんにちは、ペンキ赤の証言です。今日はベストセラー作家翡翠小太郎さんと本を出すことになった話ということで、奇跡が起きたよっていうことを皆さんに話したいと思います。知ってられる方は知ってると思うんですけども、今まで70冊ぐらい本を出されていて、総売上は何百万冊という翡翠小太郎さん、顔出しをされていない方なんですけれども、その方とですね、実は今年本を出すことが決まりました。教授本です。なぜそういう奇跡が起きたのかっていうことなんですけれども、僕はですね、翡翠小太郎さんとの出会いなんですけれども、去年の4月の末ぐらいですね、湯河原のご縁の森というリトリートをやられている旅館で、佐藤健さんの旦那という方の断食合宿がありまして、そこに僕は行ったんですね。1回断食ってなんやろってやってみたいなと思って、2泊3日ぐらいだったと思うんですけど、僕はそこに参加しました。で、たまたま開催する、まあ、やる旅館に早めに着いたので、先に温泉入ったらということで温泉に入らせてもらいました。それがね、3時とか3時半ぐらいだったんです。お昼過ぎの入っているとですね、お風呂に浸かっていると、なんと男3人組が入ってきまして、お風呂にね。僕はですね、どこに行ってもですね、まあ会う人会う人に、アフリカのブンジュ村で会った人との向き合い方とか、日本人の素晴らしさって、こんなこと話してもらったよということをみんなに話をしています。例えば新幹線の中とかでも、東京から大阪まで行くまでに3人ぐらいですね、ショートバージョンで文殊村で起きたあの素晴らしい素敵な話っていうのをできるんです。で、それでまあ1号車からぐるーっと僕が回って、暇そうな人を見つけてね、今いいですかっていうことで、アフリカで日本人の素晴らしさとか学んだんで、今から話いいですかとかって僕が言ってね、いろいろ普段からでも知らない人とかでも声をかけて回ってるんですけど、またね、その時もね、いつも通りのスイッチがね入りまして、お風呂に浸かってきた3人にまたちょっと今日も文殊村の話してみようということで話をしてたんですよ。すいません、今時間大丈夫ですかっていうことで、僕はアフリカの文殊村っていうところに住んでいてっていうことで、でそこで教えてもらった日本人の素晴らしさとか、人との向き合い方とかっていうのを今あの皆さんにも話したいので、ぜひ今から聞いてもらっていいですかっていうことで言ってたら、で話してたんですよ、いつもの感じで。そしたらね、俺翡翠小太郎やけどっていう風なことを言ってくれる方がいまして、で僕ね、本当に疎くてですね、全然知らなかったんですよ、ベストセラー作家さんと。翡翠小太郎って変わった名前ですねって言ってたら、いやこれはあの作家名でっていう、で俺はあの本を書いててって、でもしよかったらその文殊村の話素敵やから、今からあの俺の部屋に来て YouTube 収録させてもらえへんかということで、なんと翡翠さんから直々に言われまして、そこからお風呂上がって部屋に行かせてもらって話をしたっていうことがきっかけで、それがまあ広がりに広がって、一緒に本を出さないですかっていうことで言ってもらうことができました。翡翠小太郎さんって顔出しをしていない方なので、全然誰が翡翠小太郎さんなのか、もう僕が翡翠小太郎っていう名前を知っていてもわからないわけですけれども、会う人会う人にね、あのねって僕素晴らしい話持っていって日本のみんなに伝えたいんですよっていうことを毎日のように言ってると、こんなにも素敵な出会いがあるんだなっていうことを僕はその時に感じました。ありがたくトントントンと話が進んでいきまして、今年の10月に、一緒に教助本をあの出すことが決まったんですけれども、僕はやっぱりあの大切なのは、日々の中で自分が伝えたいこととか、思いを持って活動していることとかっていうのがあれば、その思いをね、ちゃんと会う人会う人に、一人でもね、多くの人に話していく、伝えることで素敵なご縁につなげてもらえるっていうことを、その時に僕は感じました。むちゃくちゃ嬉しかったです。翡翠小太郎さんはすごくね、素敵な方で、物事の捉え方、見方で人生は大きく変わるよっていうことを伝えてられます。例えば、これ翡翠さんのね、インスタグラムでも僕あの、聞いていたんですけど、1分セラピーっていうのがあって、翡翠さんが話されてるんですけど、あなたが今日流した涙は大地にポタポタポタと落ちて、それが蒸発して今あなたが流した涙のその上の空から80年後に雨となって落ちてきて、その雨があなたが今いるところを大地を潤してくれるんだよっていうことを話されていました。でそんなね、あの物事の見方、捉え方一つで
その人生がね、大きくいい方向に変わっていくんだよっていうことを本でね、出されていたりする方なんですけども、本当に素晴らしい方なんです。で、僕は執筆家の方、誰でもよかったわけではなくてですね、この翡翠さんっていう方と会えたことがすごく自分にとって大きかったし、幸せだったなということを思いました。皆さんね、思いを持っていろいろやってられることとかあると思うんですけれども、日々ね、会う人に話されていますか？それとも躊躇しますか？本当に自分が心からいいな、伝えたいなっていう思うことをどん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 話していくと、不思議な、奇跡的な、普段ではありえないような出会いがね、起きてくるんですよね。それが僕は泊まった旅館、翡翠さんと出会ったのが、ご縁の森というね、縁をつなぐ場所というところで、まさにそのね、ご縁つなぎっていうことをやってもらったんですけれども、やっぱり大切だなっていうことで、改めて僕はその時に感じました。ちょうどね、翡翠さんと出会って、直接アフリカの文字村の話をしたのが、僕はね、アナログで何回話したのかっていうのをカウントしてるんですけど、9300回目ぐらいでした。本当に僕はアフリカから帰ってきて9年とか10年になるんですけれども、初め行った時から、数えると。9年、10年前から日本でも、アナログのトークショーっていうのをやってるんですけれども、初めの方はですね、5000回目ぐらいまでは話すと、いや、もうここ日本やで、それアフリカの話やろとかって言われたり、そんなスピーチャルの話やめてとかっていろいろ言われていた時もあったんですけれども、5000回をね、過ぎてきた時に、要はね、まあ、やや言ってくる人もいるんですよ。そういう話があまり好きじゃなくて。最後の方はね、3人組ぐらいでね、僕は話し終わった後に、何か質問とかないですかって言われた時に、必ず手を挙げてくる人がいたんですね。男組3人。僕にね、いやもうまた、もうスピリチュアル系派遣の話、もうおかしいですよって。で、その村だからそんなことあったんでしょうとか、ここ日本ですよとかで、いやいや言うてくる人がね、来たんですけど、で、その時にね、小学生の女の子から助けられたんですけれども、その子がね、僕はね、いろいろやいや言われてる時に、手を挙げてくれてね、お母さんもね、止めてたんですけど、その子はね、思ったことは言わないで折れない子で、僕に言ってくれました。正元さんって、大人も子供も素直でないといけない、とのマイナスのことを言ってくる、素直でない大人のこの人たちのことは聞かなくていいよって言ってくれたんですね。で、その人たちに向かって、お願いがあります。もう帰ってくださいって言ってくれたんです。その時に、僕はすごく救われたんですけれども、僕もね、その人たちに帰ろうとしていた時に、いつも、来てくれて、いろいろ言ってくれてありがとうございます。でもあなたたちが話してくれてる言葉は日本語なので、いろいろね、心に突き刺さる言葉も言ってこられるけれども、日本語を話せてもらえて僕はすごく嬉しいなっていう風に思いましたっていうことを言ったら、拉致があかんということで、その人たちは帰ってきました。僕はね、アフリカの人から日本語の素晴らしさとかをいろいろ教えてもらったので、そういうことを話すと、そこのあたりからね、いやいや言ってくる人はいなくなったんですけれども、それが5000回目ぐらいでした。その小学生の女の子にも僕は助けられました。で、やっぱりね、伝えるってね、やっぱみんながみんな同じ思いじゃないっていうのもあるので、すごく大変なことも多いと思います。その中でどれだけ自分が情熱を持って伝え続けれるか、言い続けられるかっていうのがすごく大切なんじゃないかなっていうふうなことを僕は思っています。伝え続けているとね、そういう自分が言ってる世界観を持ってる人とか、分かってくれる人のところにどん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 連れて行ってくれる、そんなね、不思議な現象が起こります。僕はね、まさにそのままでいいんだよって、そのままどんどん伝えていくことで日本とか世界が明るくなるから、もっと伝えていってよっていうことを翡翠さんと出会った時に言われた気がしました。どこからっていうと、水産からもそうですし、この宇宙から言われたような気がしました。それでいいんだよって。なのでね、そこまで行くには結構な長い道のりでしたけれども、8年とかかかりましたけれども、皆さんもね、ぜひ伝えたいなとかっていう自分のね、思いでもいいです。どういう思いで生きてるかでもいいので、どん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 会う人に、知らない人でもいいですよ、伝えていってみてください。そしたらね、思わぬ素敵な出会いっていうのがプレゼントされます。なので、ぜひね、伝えて続けていってもらえたらなと思います。僕はね、伝え続けたからこそ翡翠コトラソンと出会えて本を出せることになりました。これは本当に素晴らしい宇宙の計らいだと思ってまして、自分が粘り強くね、話していた自分にもね、感謝してますし、皆さんね、どん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 自分がね、一番の自分のファンになって、そんな自分のね、思いをどんどんたくさんの人に伝えていってください。するとね、すごく素敵な出会いがあります。僕はそれで翡翠コトラソンさんと出会うことができました。なので、皆さんも思いを伝えるってことをどんどんやっていってください。
今日は奇跡が起きたよ、ベストセラー作家翡翠小太郎さんと出会えた経緯ということでお話をさせていただきました。皆さんありがとうございました。